皆さん、こんにちは。ジョえー、今日も一心でご始まりました。<手>今日は、あの、はい、裏の新政調会長に来ていただきまして。はい、よろしくお願いします。えー、予算委員会、あの、はい、登壇いただきましたのでね。はい、えー、十一月の三。 4日に登壇いただきましたのでそのことにちょっと触れたいなというふうに思います。ちょっと大阪都構想のということで非常に僕らも動画の編集もテンションが難しいところであるんですけれども予算委員会の各党の党首級が来られて特に4日は朝から枝野さんやったんか枝野さんとかあと玉木さん。 C さん、さんね。C さん、浦野さん、玉木さんっていう順番ですよね。すごいなんかもううわっていう。<laughs> はい。元 <laughs> なりする順番で1、ね、また C さんがこうノリノリの、そう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 。あの最初から最後まで学術会議っていうね。で今回は予算委員会もほとんど学術会議立憲の方はそうそう、ね。うん 国民はやりませんんでしたけどね一応玉木さんがいろいろろ、はい、ちょっとどんな質問をしやがったかというと、うん、最初やっぱ大阪都航葬についてちょっと触れた、うん、っていう感じやったんですけど、うん、それどんなあの趣旨で、うん、まあやっぱりねその結果が出て、えーまあ、それに触れない、ね、負けたからといって、うん、触れないわけにもいかないしで、まあ、僕らはその都構想っていうのは、まあ、手段として、うんえー、まあ まあ僕らは一番いいと思って掲げてきたけどもまあもうね2回やってで本会議委員会の質問でも言ったけども橋本徹松一郎っていうこの2人をねまあ結果的には失うことになったんで僕はもうこのチャレンジはもうしない方がいいとまああの別にその他のやり方を模索するとかね まあ、あのどっちにしても改革はしていかなあかんわけやから、うん、でその改革をしていかなあかんということは都構想は否決されてるけども、うん、大阪のお僕ら応援してくれてる人たちはあのー、分かってくれてると思ってるんでそれはやっぱり国会でも、まあ、へこたれたらあかんなとやっぱり改革のマインドを忘れたらあかんやろうっていうので菅総理自身はそのそ、ね、大都市法をね、うん まとめた、責任者の一人なんでねうん、うん。まあ、答弁も、その、まあ、今回の住民投票は、その大都市地域の、まあ、あり方。うん、都市のあり方っていうのに、一石を投じたという、うんうん。答弁でも、ね。答弁をね、いただきましたし。うんうん あれ特にこの、ね、やっぱ松井代表の、まあ、代表あの政治家を政界を引退するっていう発言は、うん、まあ僕もすごいショックなんですけど浦野、うん、さんはずっと二、ね、人三脚でやられたメンバーの中枢メンバーで,ですけど受け止めとしてはどうですか、うんまあ、あの僕ね平成15年の初当選、まあ、府議会の初当選からも松井一郎とずっと、うん、あの政治の世界一緒に ね歩んんでできたんでで、まあ、もちろんあの維新立ち上げる時にねあの最初にまああのどれが最初かっていう議論がありますけど、うん、まあ僕らは維新の一番最初は、うん、最初の6人が一番最初やと思ってるんで、うんうん、まあその6人でねやり始める時も松井からはすごい軽いタッチで「うんあのおいもう」 自民党いかんでえぞ。その会議があったんですね。その日その日会議があって、で僕はまあ家から車乗って言うと走っとった途中で電話があって、おいもうそれいかんでえぞ。こっち来いこっち折るからこっち来いって言われて、何々って言ったらあのもう立ち上げるから。まあでもそういうあの一言二言でわかる信頼関係があったっていうことでもありますもんね。まあそうやね。まあ。 あのなったばっかりの時は僕も独身やったんですごいあの一番時間が自由で一番あの祭りの時間に合わせれる人間やったん、ね、や、はい、と思う,うん、うん、その当時はだからそれもあってしょっちゅう一緒におったしほぼ毎晩一緒にご飯食べてたかなその当時はね。あ まあ結婚してすぐ、はい、あのそれ行かへんようになったから「裏切りも」言って <laughs> え,らいえらい言われたけどね。あのあれ都構想の質問の中で、うんうん まあ大都市法のもともとの立法事実としてやっぱ二重行政だったりこの都市のあり方みたいなのにが立法事実としてあってでそれについてこうまあ解決策として今回の住民投票につながる大阪都構想があったわけなんですけど実際に我々にちょっと投げかけとしてこの大都市法自体をまあ一旦まあゼロにするというかまあ廃止するっていうのも一つの選択肢じゃないかというのもね投げさせてもらったんですけどこれやっぱあれですよねその そそもそも我々維新の会が国政にいないときに議員立法でえ民主党も含めですよね共産党以外のほぼ全政党が立法事実を認めそして議員立法で成立させたという事実があるにもかかわらず今回まあ あのほぼすべて反対に公明党以外に回ったというのは、うん、まあ立法事実のある種の否定ではないかという趣旨ですよね。ねなんかこうやってみてどうん、なんか反応的にはなんか微妙ないやまああのさすがに自民党の皆さんはね、えー、恥ずかしいんかなんかわかんないですけど黙ってましたよね。あのそれはそうやと思うんですよ。自分らで立法事実を認めて作った法律を自分らが否定してるわけですからまあ格好悪いっちゅう話です。うん、でも。 あのね、えー、ちょっとおお僕らの右側のね、あのまあ、今は立憲にいてる、はい、あ,のあの人も元民主党やと思うんだけどな、えっと、一番最初は民主党で当選してんちゃうかな辻元さんです、ね。いやいや、えーっとねえー、辻元さんはね、そういうのあんまり言わないあ<ー>やじとかもしないあんまりね。森山あ 彼は確かまあその時現職やったんかどうかちょっと記憶にないけどもでもまあその民主系の流れを組んで立憲に追ってで「それはいい提案だ」みたいなことを言ってたけど「恥ずかしいわほんまに自分らかって賛成してんやねこれ」ってそれを自分のね 言ったことを自分で否定してるわけやからうん、うん、ようそんなやつ飛ばせんなと <laughs>、ね、まあまあ彼らはそんなこと考えてないからね。 そういうことを平気で言えるんやけなんかあの辻元さんがとある政党が先日大阪で市民の分断を呼ぶような住民投票を、ね、<laughs> ちょっとちょっと待ってくれと僕はもうウラむさんにはいやとい言った政党の方は市議会不議会大阪にはほとんど議席ありませんけどねって言ってほしかったですかまあまあそ、ね、の <laughs> ま、ね、までうと嫌味かもしれない僕もねちょっとねうんって思ってたけども あんまり相手の土俵に乗ってう、ね、言うのもなんやろな<ー>なんやと思ってたけどもちょっと言っちゃったね。ついつい言ってしまった、ね。まあでも今回はあのやっぱ負けた後もね代表代表代表両、うん ートップがすごく潔く、うん、そしてこう爽やかに真正面からこの結果を受け入れようというトップの姿勢もあるんで私たちもねそれにやっぱりじてやらないといけないいいとけですね、うん、これちょっと他の議題も非常に重要なところを今回、うん、たあの他党もあんまり、まあね、他,他党がスキャンダル追及というかあの学術会議ばっかりかね,っかりねあったんですけど尖閣とかあと外国人外資の土地取引規制なんかにも触れられたんですけど、うん、この辺りちょっと。 いや,やっぱりねその、まあ、安倍内閣の時も結構そういうなんていうかなやりそうでやらない政策というか、まあ、その尖閣のことでもね、はい、なんか強気にいっていいはずやのになんかすごい弱腰やったっていうね。もちろんそれを継承してる 菅政権やからまあそれはもう流れ的にはそうなねもう同じような対応にならざるをえへんかなってまあ思うんやけどもでもやっぱりまあ与党はねやっぱり自分らでやっぱりよう言わへんからそれをまあやっぱり与党が言いたくてもよう言わんことをやっぱり言うのがまあ一種僕らの仕事でもあるからまあこれはもう絶対に。 菅内閣に変わったんやから心機一転もう一回ちゃんとやりませんかっていうのやっぱり聞いかなとこれでも土地取引規制の話なんかは自民党さんも結構課題意識で持たれてる議員さん多くて僕予算委員会の委員にさせていただいたんですけどちょうど理事会で自民党の理事の先生がこれ法案初めて見たけどいいねみたいな。結構厳し罰則も全部含まれてるから 結構ねきっちり作ってあるのよ昔維新にいた某某君が「僕が作った」っ言って一生懸命言ってますけどまあ確かに彼がね汗かいて作ったのは確かなんですはい。ただ提出できたのは維新におったからであって別に別に 彼が個人で上げの、ね、やったわけじゃないんで。あ3人で出してるんですよね。そうそうそう。うちはんも人数の関係で参議院しか出さない、ね。が出せないからということですよね。うんうん、なるほど。わ、うん、かりました。ちょっと予算委員会はまあなんかこうね結局予算委員会ってスキャンダル追及がなんか全面に出すぎて。うん 本当に微妙なんですわれわれとしてはこの大阪都構想は今回でこれです一つの区切りですけれどもちょっと国家の基本的なことに関わることまたコロナの話もまた続きますからしっかりとこれ各委員会がこれから始まりますんでしっかりとやっていきたいなというふうに思いますあれ政調会長にご就任されたんですけれども国会議員団政調会長代行から長になられてこれ10月でしたよね。 なのでまあ我々としても今後都構想が今回一とくりついた後のもう一度政策目標だったり国政がこうどういうふうにまあ我々対峙していくかっていうのを政調会長のもとでしっかりとまとめ上げていきたいなというふうに思いますので。 あの注文の電話がじゃんじゃん。なってましたね。発注を受けてるわけ。そうそうそう。受注したんですか、それ。いや、もう、あの、まあ、まあ、僕はね、その受注者やつを、あの、オーダーするだけなんで。で、オーダーされるのが、おときただ。そう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 。お、まあ、おときだから、また、ぎゅうっと。ね。そういうことで。なっていくかなと。しっかりでしょう。チーム一丸となって。まあ、でもね、あの。逆に、僕らはね、あの、まあ、松井吉村が、ああ、やって。 えー、はっきりとあの場でね、うん、あの会見で、はい、あそこまでもう徒歩、うん、はもう諦め,る諦めるというか、はいまあ、もう挑戦しないって言ってくれたおかげというか、まあ、言い方はちょっとねこれが正しいのことが分かんないですけど、うん、なんかその次のステップに向けてね何、うん、て言うかなその重い感じじゃなくて、うん、その軽い感じでしっかりと前に足を出せたなと。うんうん いう,ふうにと僕は感じてるでもちろんね落ち込んでる、まあ、僕らの仲間もいてるし,、うんいしね、今まで支持してくれた、うん、あの応援してくれた、ねね、皆さんもそういう人がたくさんいらっしゃると思うんですけども、うんうん、でもなんかむしろそう今までやそうやって応援してきてくれた人を支えてくれてきた人の、うん、を考えたら。 ここで僕らがね、やっぱりくじけたらあかんし。前進んで、あ、やっぱり維新応援してよかったって、ね、これからも思ってもらえるような。うんうん、あの政策をね、出していかなあかんと思う、うん。いや、まさにこう、どんよりしてね、沈んでたら、もうダメなんで。うん、これがあったからこそ、また維新が強くなったと、うん、で、皆さんに希望を与える政党になるっていうところを、ぜひ目指したいですよね。うん、そうですね。まあ、の。うん、それもね、前回のね、一回目の、とこそ秘訣の後もね、うん、散々 言わわれましたからももう維新終りやでそこから復活して復活したどころかもっともっと成長してねでまあ今回なんでさらにまた成長できると冒頭の国対委員長は「これで維新終わったね」みたいな言ってたけどねもうあの「憎そういなあ」ってうちの国対委員長ももう珍しく ギギリぎりぎり。いや、でも、まあ、しっかりとちょっと地に足つけて、次に進んでいきたいと思います。じゃ、この今日は予算委員会の振り返りということで、浦野、うん、政調会長に来ていただきました。今日はありがとうございました。はい、お疲れ様です。どうありがとうございます。